チャオ、あーちゃんです。ここ数日ね、ちょっとお部屋をガタガタと片付けてね、まあもうここは全く変わってないですよ。っていうか前以上にひどいそんな状態、喉ガラガラ、鼻ズルズル、もうなんかあっちこっちが痛い、それだけいらないものがあった。いらないってことはないねんけど、泣く泣く処分はしていってんねん。でまあね、リサイクル効くようなものはリサイクルに出そうかなもんけど、まあろくなものがないね、うちにはね。それがいいものなのか悪いものなのかすらわからないそんな、ね、まあ子供のおもちゃとかね、まあ、そんなんがあったり、ミキちゃんが残した何やらかしらわからないものがあったり、ある程度は処分していってんのよ、泣きながらね。でなんで泣きながら処分してんのかっていうと、実は新たなね、パソコンを導入しようと思って、で昨日かな、この一昨日になるかな、いつになるかな、この動画がいつ上がるかなやねんけども、シカちゃんの動画、琴の葉を、あかねちゃんの、ね、あっちゃんのサポートにね、これからまた活躍してもらおうと思うねんけど、新スタッフとしてね、そのあかねちゃんをねプログラミングしていって入れていくんやけど、あれね、まあ喋る音声はタイピングで入れないといけない。で、入れた音声を文字起こしして、文字に貼る。文字貼った色をフォント変えたり、色変えたりしないといけない。で、あと、立ち絵って言って、こうやって動くでしょ、あの女の子が。あの、動く姿っていうのも作っていかないとかね。表情も変わるし、手も動く。あの表情を変えていくのっていう、後ろのね、バックって言ったり、あっちゃんの絵画像をちょっとちっちゃくして、はっつけてこうやって動いてる、そういうところを、あれ立ち絵って言うんだけど、立ち絵を動かすっていうのにまたね、すごいプログラミング、あっちゃんはアドビープレミアっていうのを使ってんだよね。でアドビープレミアっていうのが毎月5,000-4,000なんぼかな、払わんとあかんね、クラウドって言って毎月そのいくらか払ってこう動かすっていうタイプのやつを使ってんだけど、でで、琴の葉かねちゃんと、そういうキャラクター、ボイスロイドって言うんだけど、あのプログラムがね、プログラミングがあって、あれがね、10,000+すんのね。それもこの前買ったんやけど、そうやってちょっとずつ拡張してはいってんねんけども、そうしていかないとね、やっぱあっちゃんねるっていうのはもう頭打ちしてるところがあって、まあ、これ入れやんでも、あっちゃんの動画を編集して、文字起こししたり、それでもいいんやけども、なんかね、そういうのも、あとね、あっちゃんがこう、どういう動画を撮ろうかな、編集ありきで撮っていくっていう、まあ、あっちゃんの嫌いなね、台本を作らなあかんのね。あっちゃん台本なしで、ほとんどもアドリブでやってんね。その時その時によって臨機応変にこう対応でやってる。それの方が絶対面白い動画になるとあっちゃん思ってんね。ハプニング的なものはね。でも、やっぱりなんかこうしよう、ああしようってやると、やらないといけないなっていうので、自分らしさが出えへんような気がしててね。で、まあ、それやっててね、まあ、今回ちょっとそうやって、あっちゃんに、あっちゃん自分で喋って自分で突っ込んでるけど、さらに突っ込みどころってあると思うんでね、あれもっと突っ込んでよかったなっていうところをプログラミングで、それからあかねちゃんにやってもらうっていうのもありかなと思って、で、あかねちゃんだけじゃなく、ボイスロイドって何人かいてるから、あと数人のボイスロイド欲しいなっていうのは、東北弁の子とか、標準語の子とかいっぱいおってね。で、うち今、ボイスロイドが3人いてんねんけども、その3人のボイスロイドをうまく使ってね、今のところはあかねちゃんだけしか使ってないねんけども、それをまたいつか使っていこうかなと思ってんねん。で、それだけをするとね、今のあっちゃんの持ってるパソコンが一番古いねん。で、その時にりょうが持ってるノートパソコン。で、その時にひかるが持ってるノートパソコンやけど、やっぱりね、ノートパソコンっていうのは限界が知れてんのね。あと一番ね、高スペックのはずのひかるのノートパソコンが、USB のケーブル抜いたやつをポーンと跳ねて、画面にパチンって当たっただけで、画面割れちゃったんね。だから今、ほとんど使い道のないノートパソコンになっちゃって、一番最新のやつが一番ダメになっちゃって、だから、画面変えたんやけど、画面変えるのに5万円ぐらいかかんね。もうそれやったら、デスクトップこれがダメやから、ひかはね、ノートパソコンをモニターにつないでデスクトップ代わりにしてんねんけど、めっちゃくちゃ熱食うのよ。すごい熱持つのね。だから、それ使ってもやっぱり編集ってなると、やっぱり動画編集ってね、動画にエフェクト重ね、エフェクト重ね、立ち絵なんかで1枚の絵、絵から動くときに、この絵、体、手、顔、のっぺらぼうの顔に目とか口とかの表情を変えていくっていうのを重ね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 ですよね。そこに文字重ね、文字重ねて字幕重ね、で、BGM 重ね、
っていう感じで重ねていく。で、そのバック画面にあっちゃんの映像をちっちゃくしてくっつける重ねっていう感じで重ね重ねていくのね。かなりね、上積みされていくと、あのメモリがすごく食うたり、グラフィックが食うたりするんだよね。まっちゃんのパソコンには絶対無理。もう重くってね、途中でポンと落ちたり、途中まで作ってポンと落ちた時にもう泣くに泣かれへんからね。いまだにしょっちゅうはね、あっちゃんレベルの編集でね。それでも、ちょっとしんどいな。あっちゃん、文字をね、重ねて重ねて、文字が色をヒュッて変わったりとか、そんなエフェクト入れるだけでもかなり重い。今それ、やったとこやね。実は、ジャッジアイズ、キムタクがお得っていうゲームをね、ちょっと始めたんやけど、それの予告動画を今ちょっと作っとって、大したことしてないよ。切って、画面変更と、あと、文字をちょっと入れてんけど、その文字から途中から文字が出てきて、文字が消える。そのエフェクト入れるだけでもめちゃくちゃ重いよ。ってことは、ボイスロイドなんて使われへんから、パソコンは買い替えないといけんな。で、これはね、もう3年ぐらい前に買ったんやけど、3年前に買って、リョウのが2年前に買って、リョウヒカのが1年前に、ちょうど毎年パソコン1台使ってんねんけど、そうなってきてね、もうリョウのもぼちぼちちょっと容量が足らない。てかノートやからね、みんなデスクが欲しい。じゃあ1台デスクを買って、で、みんなで使おう。で、あとの2台、みんな各1台持ってるから、それは各1台自分で使ったらいいけど、メインで1台使おう。それは編集とか、もちろん最新のゲームも使えるからゲームしてもいいよとは言ってやんね。でも編集メインでなっていう話で、まあ、そんな感じで買って。で、まあね、要はパソコンって CPU。CPU って脳みそやねんね。それが一番大事やね。で、ハードディスクっていうのは記憶装置やねんね。左脳やね。要はね。で、右脳っていうのは、記憶よりもその瞬発性がいいものっていうのはメモリーやねんね。要は三味。で、グラフィックボードっていうのはそれを表現する、画像を処理したり表現したりする。だから何やろね、なんか分からへんけどね、そこはね。その4つが、4つかもう三位一体よね。ハードディスクはでもある程度ね、読み書き早い SSD っていうのさえついとりゃそれでいいねんけど、要はね、CPU がまあまあ早いやつ。で、メモリーがそこそこ。で、グラフィックボードがまあまあいいやつっていうのがあったらもうほぼほぼ何でもできるようになってくるのね。で、その中でインテル、まあみんなインテルって言ったらね、有名な CPU やねんけど、それじゃなく、あっちゃんは、ライデンっていうんですね。ライデンの i9 かな。ライデン 9? i はインテルね。ライデン9っていうやつを入れて。で、グラボは、グラフィックボードは大体みんなあっちを入れるんだよ。タイタンっていうのかな。を入れんねんけど、タイタン、タイタンな、忘れた。やけど、じゃあ今回ラディオンっていうの、ラディオンっていうのか知らんけどね、そっちを入れたんやけども、で結構ベンチマークって言ってパソコンの速さやんやけど、そこそこ速い、結構速い ところまで組み上がったんでね、まあまあ高いです。はい。で、あとそれだけじゃなくね、モニター、あとそれだけじゃなく、追加で買わないといけないものがあって、モニター、もちろん2枚。1枚編集用と1枚はまあね、他の作業をしたりとか、作業をやってる間にこっちで作業したり、2面で開くのにね、2枚、ほんま3枚欲しいんだけど、仮想通貨一緒にやんないね。まあ3枚目はまた今度考えるとして、まあとりあえず2枚買った。で、なんでかって言ったらね、Amazon プライムデーやったのよ、昨日、今日と2日間ね。プライムデーで買ったらちょっと安い。これだけでもかなりね、だいぶ買ったから、かなり安く買えたと思うね。これが、モニター2枚。ゲーミングチェア。もちろん座る椅子いるからね。ゲーミングチェア。それとゲーミングチェア引いた時に、うちこう床、畳なんよ。だから畳傷ついたらあかんから、マットを買ったね。PCV やったっけ ?P、なんかポリカポーネントみたいなのマット買った。それと、ゲーミングマウス。マウスもやっぱりいいのがいるから、あえて、マウス買ったね。それとね、キーボード。もうゲーミングのキーボード。もう要はもう打ち込みの入った、タイプミス専用。ゲーミングってすごいタイプミスしにくい。ゲーミングのマウスっていうのもすごいリニアに動くから、やっぱりね、あっちゃんこのロジクールの安マウスとか、キーボードも最初から標準でついてきたやつやねんけども、ゲーミングパソコンになってくるとみんなゲーミングキーボード行くから最初ついてないね。だからそれも一緒に買おうって買った。それとデスク。デスクがね、L 型に配置したいから2つ買ったね。横幅が1メーター20。それと、横幅が60やったかな。のやつを2つ買って、こう L 型に置く、ね。この角のところは今までここで使ってた棚を有効活用しようかなと思って。で、それを買ったね。
で、結局それと、あとそうそう、タイプ C って言って、これ普通の USB やねんけど、これをね、あのタイプ C、最近の携帯、ギャラクシーとかもそうやねんけど、ちっちゃいんですよ。あれのメス側じゃなく、オス側。だからパソコンにそれのメス、これでなく、ちっちゃいやつがついてないけど、なんかね、ゲーミングパソコンとかデスク、ノートはついてんだけど、デスクトップってついてへんのが多くて、だからそれ変換、それは安かって700円ほどやねんね、変換コネクタがね。それを買ったんやけど、結局ね、全部でね、何点買った？モニター2枚でしょ？デスクでしょ？あ、ですよ、椅子でしょ？で、椅子のマットでしょ？ゲーミングマウスでしょ？ゲーミングキーボードでしょ？で、机が2台でしょ？で、USB の挿すやつでしょ？それと、あちゃん、フライパン1枚買ったのよ。最近フライパンね、剥がれてきて、あんまりよろしくないんでね。だから、フライパンを買ったの。で、買うんやったらもうテフロンやめて、鉄いこうと思って、ちょっと重いかもわからんけど、28センチの鉄のフライパンを買ってみたね。やっぱりね、テフロン食べるの嫌やん。うん、前から思っててんけどね、ちょうど剥げてきたし、剥げてくるイコール剥げて食べてんちゃうかなと思った。もう気持ち悪くなってきて。うん、だから、テフロンで、要は10点買いました。これが、木、金、土と3日に分けて届くのね。パソコンがね、金曜日かなぐらいに届くと思うね。まだ今こんな状態です。いや。頑張って片付けていきます。明日片付けたらほぼほぼここクリアになると思う。で、明後日デスクが1台。明日から明後日って書いてあるんだよね。でっかいメインのデスクがね。で、サブのデスクは木曜日やね。で、メインのデスクは木から金の間。で、あと、メモリじゃないわ。USB の変換と、マウスと、で、椅子とモニターは金曜日。で、マットとキーボードが土曜日。マットが一番最初に欲しいんだけどね。一回レイアウトを作って立ててから、一回また全部撤去して、マット引いて、もう一回沖縄さんなのね。ちょっと大変やねんけど。まあ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 、とりあえずね、場所的にわかるし、いいかなと。でも、本体がね、金曜日に届くんだけど、キーボードが土曜日やから使えへんというね。まあまあまあ、ね、アマゾンプライムデーなんでね。でも、こんだけ買うことによってね、何本ぐらいやろ？全部でね、10万ちょいぐらい。やねんけども、それでもね、実際定価しかいつもの販売価格で買えるのに、2、3万安なっとるんちゃうんかなと思うのよ。まあそんな感じ。で、スピーカーがないんだけど、スピーカー量が余ってるのあるから、それ使ったらわとかね。結構もったいないから再利用しようっていうのがあって、いろいろそうやって言ってくれててね。でも、デスクとかそういう環境だけは一新しようっていうことで。で、ここにあった棚とか全部今ね、撤去して今下ろしてて、入ってる中身のものを片付けてるとこやねんけどね。大変でございますよ。はい。で、もうこんなこと言うたらね、あれかわからんけど、YouTube していく上でね、やっぱりパソコンって必要なんね。ないと、まあ、なかったもね、携帯で撮って、携帯でちょっといじくって出しても、そんな素人臭いことしたくないねん、プロとして、プロ YouTuber としてこれからやっていく上でね。あっちゃんは、あっちゃんのアイデンティティとして、カメラはプロのカメラ。今は、今、プロのカメラって、ソニーのね、ハンディカムの、6なんとかと、860875かな、2台。それと、もう一度視聴者さんからいただいた、ロケ用のカメラ。それと、あと、車の前向きカメラのちっちゃいカメラ。と、それが2台あるんだけども、1台ちょっとね、もう画質が多いってあんまりよろしくないんで使ってないね。それとね、この前からね、あれ買ったね。これがいつも使っている前向きカメラ。安いやつね。で、この前ね、からね、あれ買ったのよ。なんちゃら。GoPro。GoPro ね、セッティングが難しいのとね、使い方がね、あんまり分かってなくってね、ちょっとここに放置してやんねんけどね、ちょっとテストしなかった。あとね、新しいパソコン来てからね、使い出そうかなって、新しいパソコン、この古いパソコンではね、なんかプログラム入れやんと、あれがせえへんのよ。なんていうの？こっからね、引き抜けへんねん。で、こっからね、これ、どっちや？こっちか、こっから、USB を刺さなあかんねんけど、穴開いた蓋があんねんけど、穴開いた蓋がオプションで、それがね、まあまあ高いねん。で、売ってないねん。で、それをつないで、そこからまた2極に分けたやつつながんと、マイクつけられへんねん。だからマイク使われへんから、結局ね、今まだ宝の持ち腐れ状態やねんけど、これね、すごいよくってね、
こっち側にモニターあるけど、ここにもモニターある、ね、だから自撮りができるというね。だから買ってんけどもね、まだちょっとね使えてないのよ。これがねバッテリー2個とあと何やかんやオプションで全部でね6万ぐらいしたかな。何やかんや使ってんねん全部で。うん、まあ全部こんなんね、あの撮影機材やから経費は経費やねんけどもね。うん、で仮想通貨がある程度あるから仮想通貨を売るでしょう。で売って、ね、それで何ていうのかな、雑収入になるけども、これ経費でしょ、だから経費扱いで落ちるはずやから、まあなんとかね税金対策にも対策というのかね。でも今年はちょっとね税金出るかなとは思ってね、こう今期マイクロ収入今期は出るかな、今期もでもね全くもって YouTube の方は赤字です。ほんまに一桁万円しか出てへんからね、仮想通貨の方でね。でこれまだ支払いの方がねクレカでいってるからまだできてないよね。来月かな支払いで、この今回買った方は再来月で、パソコンの方はローンです。もちろんねローンでね、あの1年払いのローン使うんでね、まあそんな感じで、YouTuber やとローン通らへんからね、クレカのローンでね、クレカの分割払い使ってんねんけどね、そんな感じやねんけどね、本当にね、まあ、このねコロナ禍で本当に収益が減ってる中、何をバカなことやっとんねんって言われるか分からんけど、だからこそやらんとあっちゃんはあかんと思うね。だからあっちゃんはその黙って指くわえて待っとるっていうのが嫌いなんでね、だからそういう時にこそアクションを起こさないとあかんと思ってんね。これまあ車やっとった時もせえねんけどね、いろいろやっとってアクション起こさなあかんとは思ってんねんけどね、そういう時にはねやっぱりね、ね本当に、しんどいけどもね頑張っていきます。はい、ちょっと待ってね、はい、ということでね、とりあえずね今年一番の大きなものを買っちゃいましたっていう動画でした。また届き次第ね、紹介動画上げていって、部屋も片付き次第ね部屋紹介もしていこうかな、 YouTuber の部屋だよっていうのを、ね、紹介していきたいなとは思ってんだけどね、まあ、そんなこんなで、今日は、新たに買ったよっていう話、お部屋片付けてるんだよっていう話でした。またね、本当に視聴者さんね、あっチャンネルクオリティ上げるために、まあ、動画は最初のうちはね両人編集してもらって、で編集してもらいながらあっちゃんはそれを見て覚えるっていうのをねやっていって、自分で編集できるようにね頑張っていこうと。でこれからもねゲーム配信もあっちゃんにもっと力入れていくから、ゲーム配信にもっと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 力入れてね、でゲームっていうのはあっちゃん今のところ、やりっぱなし垂れ流しっていうのかな、でみんなに見てもらう、一緒にゲームやってもらってる、一緒に映画見てもらってるっていう感覚なんだけど、今度は濃くね、戦いのとことかカットして濃いシーンに入れていって、ね、そこにねまたあかねちゃんとかね、いろんなそういうボイスロイド、また違うボイスロイド入れてね、いろんなボイスロイドを何人かこう掛け合ってゲームやっていこうかなと思ってるんでね、でそれを実写映像の方にも使っていったりとかね、いろんなことしていこうかなと思ってるんでね、今回ちょっとね、まあ、試しでシカちゃん動画、最初上げた1本目っていうのはね新規さんなかなか見てもらえへんねんけどね、何本か上げていくことにまた新規さんの方におすすめに上がってきたらなと思ってるんだけどね、でも既存の視聴者さんがね結構再生見てくれて、ね、今日一日、今日の朝、夕方3時に上げてね、今現在で、ちょっと待ってね、更新かけますね、今ね0時50分やねんけどもね、言ったら今3時でしょ、4、5、6、7、8、9、10、11、12、まあ、1時として、ね、10時間で2400再生、約2400再生ぐらい回ってるから、まあ他の動画の子と比べるとよく回ってるっていうか、まああっちゃんの動画の中でもよく回る動画と同じぐらいの数は回ってるって感じなんだけど、ってことはこっからご新規さんが見てもらえればねと思って、だからこういう動画をね、もうこんなんね、前だから今うちの家の中では早いとは言われてる量の方のパソコンでやってもやっぱり10日ぐらいかかったんだよこれね。まあ、片手前で、仕事しながらの片手前でやってるから余計かも分からない。これまあ一生懸命真剣にやったらもうちょっと縮められるか分からないけど、毎日出すって絶対無理やと思うね。だからまあ数日に1回、1週間に1回とか2週間に1回ぐらいになるかも分からへんねんけども、そういう動画をこれからも出していこうと思ってね。であっちゃんも一緒に勉強にしてね、あっちゃんもこの量が使ってない間に、自分で編集できるようになれたらなと思うんでね、ちょっといろんなことやっていきます。ただツッコミのセンスっていうのは子供のセンス、あっちゃん
センスまたいいし、他の人のセンスというのがあってね、なかなかその辺のツッコミセンスは難しかったりもするんだけどもね。まあね、そのキャラクターににはね、キャラクターのキャラクターというか、そのね、ボイスロイドの中のキャラクターっていうのがキャラを崩さないようにね、あんまりね暴言キャラじゃなくね、そのキャラ自体は関西弁でツッコミやけど暴言を吐かないようなキャラにしていきたいなと思ってね、暴言はあっちゃんだけで十分なんでね、はい、ということでね、まあ、そんなこんなで、あっちゃんねるこれからね、結構喋ったな、そういう、ね、動画配信やっていくんでね、またこんなあっちゃんやねんけどね、いっぱい見てください。で、ね、本当に、とんでもないお買い物してしまったんでね、ご支援とか、ライブの時のスパチャとかね、口座にお振り込みいただければ本当に助かります。皆さんのご支援で、あっちゃんねるは成り立ってるんでね、あっちゃんねるを、これでね、なんでこんなことしてんのか言ったら、こうやってバズらすことによって、それを資金に元手に仮想通貨に変えて、仮想通貨でバズらせて、中村村を早期実現したいなと、これが一番のあっちゃんのね、目的なんでね、中村村のために今あっちゃんは YouTube やってるって言っても過言ではないんでね、中村村のために本当に皆さんよろしくお願いします。そのためのあっちゃんは投資やと思ってるんでね、皆さんも一緒に、中村村早期か現実化するように、ぜひぜひあっちゃんのこのプロジェクトに、ご賛同いただけた方、ご支援いただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いします。